チャールズ・ジェローム・デイリーは、ペンシルベニア州セントメリーズ出身のバスケットボール指導者。NBA のデトロイト・ピストンズで、バッド・ボーイズを率い、1989年、1990年と連覇を達成しており、当時前世紀であったマイケル・ジョーダンに対して、ダブルチームを駆使し、時にはファウルをもじさない、激しいプレスディフェンスを行う、いわゆるジョーダンルールと呼ばれる戦術を編み出し、 このディフェンス戦術はその後も歴代スタープレイヤーに対抗する戦術の一つとして受け継がれている。1992年バルセロナオリンピックではドリームチームを率いて金メダルを獲得し NBA10 人の名称にも選ばれている。また1994年と2010年の2度のバスケットボール殿堂入りを果たしている。地元ペンシルバニア州の高校でコーチ業を始め、 デューク大学のアシスタントコーチや、ボストンカレッジとペンシルベニア大学でコーチを務めた。あと、1978年、NBA のフィラデルフィア76サーズのアシスタントコーチとして、NBA でのキャリアをスタートさせた。その後、クリーブランドキャバリアーズのヘッドコーチを経て、1983年、デトロイトピストンズのヘッドコーチに就任。アイザヤ、トーマス、ビルレインビア、 デニス・ロットマンなどのバッドボーイズと言われた荒くれ者集団をうまくまとめてチーム力を発揮させることに成功。それまでにシーズン以上連続で勝ち越したことのないチームで9シーズン連続で勝ち越すことに成功している。1989年と1990年に2年連続 NBA 制覇を達成した。プロの出場が解禁された1992年。 バルセロナオリンピックでは、その指導力を買われて、スーパースター軍団のドリームチームの指揮を取り、圧倒的な強さで金メダルを獲得した。その後、ニュージャージーネッツ、オーランドマジックのヘッドコーチを歴任。それぞれのチームの成績を立て直し、多くのシーズンでプレーオフに進出させることに成功している。合計で14シーズンの間、コーチを務め、 638勝437敗の記録を残している。これらのコーチとしての功績により1994年5月9日にバスケットボール殿堂入りを果たしている。自身は NBA での選手歴はないが、デトロイトピストンズは彼の功績を称え、背番号2をチャック・デイリーの永久欠番とした。二千九年五月九日にエミした十八歳没。 バスケットボール連動公式サイトチャックデイリー。ありがとうございます。